全国の映映画画館では毎週新作映画が公開されている一体誰が映画を見張るのか一体誰が映画をウォッチするのか映画ウォッチ超人シネマンデース歌丸が今立ち上がるその名も週刊映画辞表ムービーウォッチマン さあ、ここから夜11時直前までは映画評論コーナー、週刊映画時評ムービーウォッチ面です。今、劇場で公開されている最新映画を、映画ウォッチ超人ことシネマンデース歌丸がウキウキとウォッチング、その監視結果を報告するというコーナーです。今夜扱うのは先週、ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画。かぐや姫の物語。これあれですよ、高畑さんが、あの、メイキングのドキュメンタリーと言ってましたよ。あの、映画本編はこんなに優しくないよねっていう。この主題歌でなんとかちょっと、 あの観客をを慰めてててもらおおうううっっっいうようなことししゃってましたけど、はいえー、日本アニメーション界の巨匠高畑勲監督が手がけた劇場用アニメーション日本最古の物語と言われる竹取物語を題材にかぐや姫はなぜ地球に生まれなぜ月へ帰っていったのかかぐや姫の悲しい運命を深く繰り、えー、出していく、えー、水彩画のような独特のタッチのアニメーションも一見の価値あり、えー、かぐや姫の声を演じるのは女優の朝倉きさんこの朝倉きさんなんか顔見たことあるなと思ったらあの横道世之助で。 最初にあの、洋之助たちが知り合う。要するにあの、ね、妊娠しちゃうっていうか、あの、女の子いますよね。最初泣いちゃう子、最初に出会って。あの子ですよね、朝倉きさんね。あのー、ということでございます。ひぞわらしい声でしたけどね。えー、女優の朝倉きさん。その両親を千位竹尾、宮本信子らが演じるということでございます。他のキャストもね、えー、豪華な方々が揃っておりますが。えー、ということで、かぐや姫の物語非常に話題作ではありますが、えー、リスナーの皆さん、えー、別名ウォッチメンからのこの映画見たといよという監視報告、えー、メールでいただいております。えー、ありがとうございます。メールの量は、 いつもよりちょっと多め、えー。でも例えば風立ちぬとかでドサーンってくるとかに比べればちょっと少なめだったりするんですかね、はいえー、しかもですね賛否が結構分かれました、えー、褒めている意見が6割ちょっと残りはよく分からない派と否定派が半々ぐらい、えー、褒めている人は今年のベスト映画完璧な傑作日本アニメの到達点とかなりの熱量を持つ人が多いと。えー、反面否定派は 絵はすごいんだろうけど筋書きは知っているので退屈っていうね、まあ、日本人で知らない人いませんからね筋書きそのものはえこの辺り物語を今作る意味が感じられないなどなど、えー、といったあたりだそうでございます代表的なところをご紹介いたしましょうラジオネームたけぼうさんかぐや姫の物語見ました最後まで話を知っているからこそ余計切なくなる作品だと思います かぐや姫まだ月には行かないでくれと思っているとあっという間に KY な音楽を鳴らしながら <laughs>、えー、天人たちがやってきて、えー、姫を連れて行って終わってしまったという感じでした KY でしたね本当にね全く読む気 <laughs> 人の気持ちを読む気はゼロっていう連中ですからね。えー、見終わった後は なぜか流れてしまった涙を拭いながらまるで今まで夢を見ていたかのような気がしてくらくらしました輝姫の罪と罰とは何なのか考えていました、えー、これまあねその宣伝コピーに出てますよ、えー、私はこの何かと面倒くさい世の中に生まれようとしたことこそがこ、えー、こと,ことこそが、えー、彼女の罪であり生きるのに面倒なこの世から消えたくなるまで追い詰めさせることが罰なのではないかと思いましたこの解釈についてはまだまだ資料が最近もしますが、えー、またそもそもアニメーションとは何なのかということを改めて教えてくれた作品でもありました絵を生きているかのように動かすためのにパラパラ漫画というものがありました 造影トロープというものがありましたこう映画の,、ね、その元祖というかね、はいえー、動いているように見せるため日本では絵巻物というものが古くから描かれてきました絵が動いていく生きていくその喜び感動美しさそして絵に心を込めて生かすための苦難の道のりまさしく物語その歴史を探りながら一つの到達点にた,たどり着いたのがこの「かぐや姫物語」という傑作なのではないでしょうかという竹郷さんね、メ、えールでございます一方、えー、あこちらも褒めかな褒めでいいのかな褒め褒めでいいのかな、はいえー、っとエイブルさん 加賀姫の物語ですがああ、ちょっとイマイチの方ね、私の感想としては微妙でした。 えー、姫がどのくらい美しく成長するか誰もが知っているラストシーンの別れをどう描くかこの2つが私の楽しみにしているポイントだったのですがどっちももと足りなかったというのが感想です特に別れの方月の使者のビジュアルと音楽が妙に再家で、えー、流れからすると唐突な印象を受けて心の中で吹き出しそうになってしまいました、まあ、その印象も間違ってない気もしますが、えー、前半の何か刺激があるたびに姫が成長するところとか面白いポイントはいくつかあったのですがどうもモヤモヤしていますジブリファンでもアニメファンでもないからジブリ映画へのリテラシーが少ないせいかもしれません えー、ということでございます。まあ、でも、あのもやもやっていうのもわかる気もしますけどね。はい、えー、ということでございます。さあ、じゃあ私はどう見てか、かぐや姫の物語、ウォッチ面、行ってみましょうかね。竹取物語っていうのがございまして <laughs>。ま <laughs> <laughs> まああここれれのの日本人人で知らない人ってのはまあこれだけ まあ日本人で知らない人いないでしょって言ってまあ乱暴にならないっていう話もなかなかない、「まあ源氏物語」の中にねあの物語というものの子祖である、と親であるなんていうこと言われる最古の物語とも言われておりますし、ああとまその竹から生まれたかぐや姫が元は月の住人で実はで最後は月に帰るというその展開ゆえにまあ浦島太郎なんかと並んで SF 的解釈なんかをねまあされたりすることも多い話というねまあいちいち説明いらないんだけど。あの 元の文なんかもさ、まあ、中学の時とかにそんな長いあれじゃないから、まあ、読んだことある人多いと思うんですよ。で、まあ,あ,のあ、あのー、その求婚者たちにね、いろんな無理難題をふっかける、えー、この世には存在しないと思われるものを持ってこいっていうような無理難題のくだりが、あの意外と多いんだなっていうような印象を持つっていうのは、確かに、これみんなそうなんじゃないか、高畑さんもそんなことをおっしゃってますけど、僕もあのそういうふうに思った覚えがあります。ここが意外と大きいんだなという。はいえー、で、さっき SF 解釈なんてこと言いましたけど、まあ、例えば、 1987年市川コ監督、えー、沢口康子主演、竹取物語ってね作られて、これなんかまさに、えーまあ、要するに UFO が出てくる、まあ、クライマックスで未知との遭遇風っていうか、本当に未知との遭遇のクライマックスの UFO の奥面もないパクリが出てくるという、だからその,あの迎えに来るところがミソなんだっていう考え方っと、やっぱこうなるっていうことなのかなっていう、えー、で、まあ、その未知との遭遇の UFO の奥面もない、あとあれだな、あの宝物を取りに行くところで、本当に 要するに龍っていうのが本当にネッシーみたいなのが出てきて <laughs> いるのかネッシーみたいな <laughs> まあそういう解釈しているまあ珍作なんですけどね、この市川監督の。えー、でも、まあとはいえねちょっと市川監督版の「竹取物語」そんなに笑えないのはまあ普通はそういうレベルの解釈しか思いつかないよなっていうかまあ例えば「うん、かぐや姫」は宇宙人でしたとかなんかそんな解釈しか思いつかないほど「竹取物語」って今長編映画化して面白いような。 話かなっていう根本的な疑問はお話をしている人ほど要するに大抵の日本人はやっぱ思う辺りなんだと思うんですよ、えー、要はその最古の物語のっていうだけあってまあお話もあるし面白いんだけどなんていうか特にやっぱこのかぐや姫にちょっと感情しづらいっていうかあ,のあんまり一貫したこキャラクターに感じられないっていうかね、えー、というあたりで、えー、なんじゃないでしょうかとでただですね言うまでもなくひとたび高畑勲がですよ 作るとなればこの「ひとたび」までが簡単じゃない作家でもあるわけだけどひとたび作るとなればですよそれはもちろんただ漫然と古臭いだけのお話をなぞったような作品を作るわけがないっていうことなんですよね。 はいえー、でこれもあちこちのインタビューで高畑さんおっしゃってる話ですけどもともとは55年前に、えー、高畑さんが、まあ、東映動画に、えー、入社したばかりの頃になんと巨匠・内田富監督で竹取物語アニメ映画化企画っていうのを持ち上がってで、まあ、その若手たちにアイデア出せっていう時に高畑さんが考えたことこれは高畑さんのアイデアは割と早い段階であのボツってしまったので表には出てないそうなんだけど高畑さんもこう,こういうやり方ならいけるんじゃないかという思いを抱いたと、えーまあ、どういうことかというと要するに原作の納得できない部分 ちゃんと語られきってない部分、まあ、そこがあるからこそ僕たちは竹取りあたりって今長編とかにしてもしょうがないんじゃないって感じはどうしてもしちゃうんだけど、えー、その納得できない部分、語らえきってない部分を、えー、要は何のためにその月でねなんかその罪を犯してでその昔の契りが何とかできてでその罰が贖われたから帰るんだっていうんだけどそれはんなのってことは語れないし。えー っていうねあたりで、まあ、そこから導き出される姫っていうのは結局何を考えてたのかっていうようなことっていうのをちゃんと改めて解釈解明すれば、えー、これ高畑さん、えー、木馬順法インタビューの言葉をまんま引用するならば原作の筋立てをほとんど変えないまま。 か,かぐや姫に感情移入さえできる本当の物語を物語ることができるのではないか、まあ、そういうアプローチの仕方を思いついたって言うんですよ55年前に、えー、でとはいえ、まあ、これ高畑さん照れで言ってるのか分かんないけど竹取物語そのものに別に思い入れがあったわけじゃないとなのでまあそのアイデアはずっと置いてあってでそれこそ途中その ね『漫画日本昔話の』あの『愛企画センター』『愛企画センター』っていうところとあのなんと新藤兼とか脚本を書いてアニメ化しないかって話があったりしたけど結局それも立ち消えになったりなんていうのがあったりして、えーでまあ、そのずっとその間はあったんだけど8年前に改めてジブリの企画として、まあ、その提案したという自分で作るつもりはなかったって言い張ってるんだけど、ね、こうこう高田さん面倒くさいところなんだけどで一旦その竹取りやるってなったらもう一回その、えー、あの民族学者の,あの赤坂りお、えー、さんかなの,あの小森詩の。 誕生っていうその本をベースにしたなんか作品を作,る作ろうとしてたりとか、まあ、道理でその,あの柳川堀割物語ってドキュメンタリーじゃないですかあれの DVD に道理でこの赤坂さんとの高畑さんの対談が入ってるわけだと思ったりしたんだけどでもその企画も結局立ち消えになってもいやじゃあ改めてじゃあ竹取りやるしかねえかと思い越しを浮かせようと。 とし,てしたのかみたいなあたりを実際にその高畑さんに映画を作らせるまでが本当に大変だったっていうのをプロデューサーのね、えー、西村義明さんという方「あのー、夢と狂気の王国」にも出てくるあのイケメンのプロデューサーですよなんかジブリとかのさドキュメンタリーで初めて見るイケメンだなと思ったら8年間ずーっと高畑さんについてたそしてあのーえーとジブリ第7スタジオというそのえかぐや姫の物語を作るために作られたスタジオにずーっといたってことですよねあのっていうのはジブリのもともとあるシステムでは今回の映画 作れなないいからととうことなんですねもしくは作らせなかったっていうか「えー、方法結局隣の山田君」が終わったあとに「ね、のワウワウのドキュメンタリーで言ってましたよ終わった後に要するにあれも本来のジブリのアニメーション制作システムでは作れないことを高畑さんが要求してみんなにやらせたから終わった後みんながボロボロになってたとでさあこれから「千と千尋」を作るぞっていう宮崎駿監督がそのボロボロになったジブリのスタッフ見てもう二度と <laughs> あの。 パクさんにはジブリでは映画撮らせないって言ったというぐらいでだから今回その外側に作ってやってたでそれにずっとくっついてその西村義明さんがやってたちなみにこの西村さんが。 え雑誌の「ユリイカで答えてるインタビューの中でえ高畑さんがいかにその世界で尊敬されている人かっていうので「トイ・ストーリー3」とかあと実写映画で「リトル・ミス・サンシャイン」の脚本家マイケル・アントンさんこの方実は「スター・ウォーズ」のエピソード7の脚本家として今度あのえ抜擢された人ですけどこの方が高畑さんの要するにだめだって腐ってる時にホウホウケキ隣の山田君を見て。 こういう映画がいけるんだから、俺のやろうとしてることもいけるはずだっていうんで、1年発揮してやったと、えー。なので、リトル・ミス・サンシャインも、トイ・トリー3も、そして、スター・ウォーズ・エピソード7も、ほうほうがなければ生まれていなかったという、素晴らしいエピソードがね、これ、有以下によってねこれぜひ読んでいただきたいんですけど、まあ、とにかくいいや、まあ、そんな経緯があって、高畑さん、まあ、こうやればできるんじゃないかというアイデアはもともとあった。では、どう、その竹取物語というその話を解釈したのか、どう解釈されているのか、今回の作品では。まず 月の世界って何ってて何いう部分ですよね。さっきも言ったように普通はまあ宇宙人でしょとかそんなレベルに落ち着く話なんだけど今回のそれはもうあの最後にやってくるあのお迎え、ね、月からのお迎えがやってきますよ。お迎えです、文字通り。月からのお迎えの姿がもうろに物語ったわけですあの姿はもともと元ネタの絵があるわけです、えー、阿弥陀25菩薩雷郷図っていうのがあるわけですよ。 ねえー、もう本当に構図とかも含めてそのまんまなわけですよね、えー、もちろんあの高畑勲さんは、ね、あの12世紀のアニメーションという本を上、ねえー、書かれているぐらいで、まあ、非常にそういう昔のそういう日本の絵画、えー、史みたいなのも詳しいわけですけどこの本にも出てきますけどこの阿弥陀25冊大ゴース、大豪須、要はもうはっきりしてるわけです、あの世からのお迎えなわけです、月の世界っていうのはあの世なわけですよね、つまり死なわけですよ月の世界ってのは、月の世界に行くっていうのは死ぬということ。 えー、で死っていうよりはもう僕らが思う,そう死っていう能動的なアクションというよりは無の世界ってことですよねで無であるがゆえに完璧な世界として、まあ、その象徴としてこれ描かれてるのが今回の月の世界ってことですよねということはその対象としてこの世っていうのがあるわけですよ、えー、この世ってのはどういうのは無,無だけど完璧っていうものに対して、えー 生命に満ち溢れて。でも生命に満ちあふれているからこそ、例えば、汚れであるとか、それこそね、えー、醜さ、残酷さであるとか、儚さ、えー、煩悩、苦悩に満ちた非常に不完全な世界としてのこの世があるという。そしてこの、非常に不完全だけど生命に満ちて、生命に満ちているから不完全なこの世界。その性ある世界っていうのは先ほどのメールでおっしゃられた通りだと思います、えー。アニメーション、もうこれ語源で言うと、うううに命なきもと命を与えるアニメーション表現の 根源に立ち返ってつまりどういうことか線とか絵が本来命なきものが動き出す生命あるもののように見えるというその驚きと喜びアニメーションの根源に立ち返って描き出すということですよね、えーまあ、手法としては前作の『その方法記録』隣の山田君初めて映画館で見た時はあぜんとした人が。 多かったでも改めて見たらやっぱむちゃくちゃ面白かったですけどね隣の山田君ね、はいまあえー。手法としては山田君でやったことをさらに大幅に発展させたような、まあ、今回のまあ非常に驚異,的驚異的っていい技法だと思うんですけど。要は、まあ 手書きのその生々しい線のタッチとかえ水彩画の,その色のタッチとかちょっと余白だったりにじんだ感じみたいなものがそのまま生かされたままえ背景の線色たちと手前の人物とか普通はその要するに背景と手前のセールの人物っていうのはこう世界観が若干浮き上がってるわけですよねそれこそえ窓まぎなんかまさにそういう代表なわけで普通の日本のアニメってのはそうやって作られるんだけどそうじゃなくて背景の線色たちとその生々しい線とかえそにじんだ感じとか余白とかそういうものが全部混ぜん一体と なって動き出すという、えー、感じですねもちろんこれあの短編アニメ一人の人が描く短編アニメとかだったら不可能ではない表現だとしそういうの実際あると思うけど、えー、これを2時間の 2時間以上の、えー、大長編アニメとしてしかもその、えー、一般公開してというようなのとしてはもう非常に驚異的な話要するに大人数で作るもんですからね、えー、どうやってやるんだって話ですよその個人の線のタッチをどうやって動かすのっていう要するに個人でしか描けないものを集団作業のものに置き換えるというありえないことをやってるわけですねという斬新でありながらプリミティブなパワーに見せたアニメ表現っていうのがあると。でこれは えー、おそらくさっき言ったようなですね、えー、世界観ね聖、えー、ある世界ここで今回描こうとする無だからこそ完璧って えー、じゃなくて、えー、粗雑で、えー、歪んでて、えー、汚くて、いろいろあるけど、でも生きてるって素晴らしいっていうのを示すようなその世界観っていうのを、それ自体、表現それ自体で説得力を宿させるために、絶対にこの手法を、要するに貫徹するというか、これを発明して、やり遂げないといけなかった、それがその必要があったっていうことだと思うんですよね。はいえー、でもちろんこれを実現させるには、もちろん高畑勲さんという人は、ご自分で絵を描く人じゃないので、えーまあ、山田君でも活躍された田辺治さんという作画の方 えー、人物造形作画設計っていう今回クイズってなってますけど、まあ、その方がメインとなって線を描いてで周りの超優秀なアニメターターの方とかその,その線に合わせて描くっていう。 えー、もうなんていうか地獄のような作業を強いられてと、えー、さらに美術監督の小川一夫さんというね、えー、名手だけど美術監督しばらくやってなかった方が、えー、まが、あ、一肌脱いで、えー、その一緒に一いった混然一体となる世界っていうのを作り上げてという、まあ、とにかく、あのー、信じ難い優秀なスタッフにもう信じ難い苦行を強いて出来上がった作品なのは間違いないということだと思います、はい、でこれがね絶対に必要があったということはちょっと想像してみれば分かると思うんですこれが例えば 従来通りの、まあ、セルアニメ的というか、えー、日本のアニメ的なフォーマットのままで描かれていたとしたらというのを想像すればですね例えば、どれだけそれが巧みに描かれた、まあ、ジブリアニメですからも,う、ね、ものすごい水準のものは絶対出てくるわけですけどどれだけ巧みなものであっても、まあ、アニメでうまくやられればやられるほどそれは完全に要は制御された世界。 コントロールされた世界、えー、汚れとか間違いを排除した世界じゃないですかということはメッセージにさっき言ったメッセージにどっか欺瞞が生じるわけですよそしてこの欺瞞というものを高畑勲という男は一番許さない男なのだということですよねな、えー、なのでそうじゃなくて えー、余剰であるとか例えばそのスケッチみたいな線のもう何本も書いた線の余剰であるとか普通のアニメなら汚れとして取り除かれるようなそういうい、えー、余計な線の部分であるとかですね逆に余白の部分であるとかですねもう含めてそこまで含めてこの世であり生命なのだというつまりその、えー、手法自体がメッセージと直結しなきゃだめなんだそういうのでや,やってるのが今回の作品だということなんですよしかもその手法はほとんど不可能にも近い困難さを伴っているというね。 えー、予定通り作ってたら2020年完成だったらしいですよバカ野郎っていう <laughs>、えー、ことですけどね、えー、で、まあ、その性の喜び、まあ、アニメそれイコール今回の作品では性の喜びイコールアニメーションの喜びなんですけど要はまずは無条件に堪能するのが3、まあ、幕構成で言うならば1幕目の部分つまりかぐや姫が、えーまあ、生まれてというかおじいさんに発見されて育つというところですよね、えー、ここのまずその育つ 最初はまあなんかちょっとお姫様みたいなちょっと抽象的なお姫様みたいなねえ感じで可愛らしい感じだったのがいきなりこうちょっとリアルな赤ん坊になる文字通りの赤ん坊になるしかもその赤ん坊が刻一刻とこれは文字通り刻一刻と大きくなっていくというこの描写。これ,これ 口で表現するの難しいとにかくその線とか動きそのものが変化していく要するにその漫画的にムクムクムクって大きくなるってうよりはこうグニって動くと何かこう線の感じとか動きの感じが一個表変化してあれさっきより数ヶ月ほどなんか育ったなとかね。なんか さっきより重くなったなこいつみたいな感じがこう表現されていくという、えー、動きとか線でそれが表現されていくこ,こんなの口で表現できるか <laughs> できるなら映画いらないわけだからこれぜひこう見てもらうしかないんですけどこれ、言語表現の限界ですけど、えー、でこれ赤ちゃんももちろんすごいんですけど例えばそうです、ね、赤ちゃんに、まあ、そのお乳をやりに行かないから最初はもらい乳しに行こうってこう連れていく途中でおばあさんがあらなんつってあらららら,らなんつってこうおっぱいやほら出してこう画面あのおっぱいもすごかったですよね。乳首の なんていうのズズしさ、<laughs> ドーンっていう、えーでまあ、こうおっぱいあげる時のおばあさんがやっぱりさっきより明らかになんうか若干色っぽくなってるっていうかね、うん、なんかちょっと性器を見ている感じっていうか、おお、お前っていう、たじろがざるをえない、あのおばあさんの,あの、えー、やっぱ微妙な変化であるとかですね、あるいは。 おじいさんおじいさんが今回,前回全体にね、あのー、ほっこりした父、武雄さんの声がバッチリ合っててほっこりさせてくれるんですけどおじいさんが例えば、えー、まあ、かぐや姫ってまあ名前付く前ですよ姫って呼んでますよその赤ちゃんをこう、えー、育っていく過程をこうまあ顔をほころばせて見せる、見ているとでこうね、姫、姫ってここ、まあ、こううううまあんていうんですかね、ちょっとこう盛り上げるとかあるわけですよでこう自分のもうあまりの可愛さに感極まって顔がほころぶというよりおじいさんの 顔の戦後とほころぶっていう、えー、あんなくだりであるとかですねでこれがですね単に絵がすごいだけじゃなくてあの高畑功さんの作品最近の作品は全部そうみたいですけどいわゆるこうプレスコっていうね要するに普通はアフレコって言って絵に声を当てるんだけど、えー、声を先に取って絵を後にから作るあのピクサーの映画なんかねそうやって作ったりしますけど、えー、プレスコならではの要はえっ、ー、と 言葉と動きの完売の気持ちよさっていうんですかね、みたいなのもこれ、プレスコならではというか、今回の手法ならではのえやつなんじゃないでしょうか。ただね、さっき、この性の喜びをまず無条件で堪能する一幕目って言いましたけど、ここでもね、2度見て、ああと思ったのは、この時点ですでに生きるっていうことは、でも、それ自体、少しずつエゴとか、嘘とか、 罪っていうのを重ねていくことでもあるんだっていうのがちょっとねやんわりなんだけど、この段階でちょっと提示されてるんですよね。はい、例えば、もうあの姫っていうのを見つけた段階でおじいさんとおばあさんで私のだ、私のだって奪い合ってたりとか、えー、なんかねねちょっとねそこを注意してもう一回見ていただくと、ねそこら辺味わい深かっ,ったりするんですが、もちろんそのウリを盗むというね行為の部分ももちろんそうですし。はいえー、で えー、さっきのその無条件で性をこう堪能するのが1幕目だとしたら2幕目、えーまあ、姫と、まあ、その家族は都に行くわけですね、えーまあ、高貴な姫となるのだなんていって、ここから、えーまあ、さっきまで、あくまで要するに生き物としてこう自然と調和した人間として、まあ、非常にユートピア的な空間で、えー、性を堪能していた人間から、えー、極度に社会化された、まあ、無菌化され、 えーまあ、ルールの中で一種欺瞞化っていうのかな欺瞞化なんて言葉はないけど欺瞞化しした生き物としててのの人間っていうのが描かるその性の滑稽さ虚なしさみたいなものがですねここ非常に重要なんですが主に。 フェミニズム的な視点から、えー、時にコミカルに時に残酷に描かれていくわけですよね、えー、これあの高田伊沢さんがおっしゃってますけどあの要するに現代の女の子が、えー、放り込まれればもう当然の反応を示すように描いていると、えー、いうことでもちろん綺麗ないな、ね、ベートと着せられればそれは嬉しいんだけど、えー、おかしなルールに塗り込められれば変なふうにで我々の目から見ればやっぱお歯黒だとか、えー、当時の風習の方がよっぽど変に見えるという意味で、えーまあ、そこに反発するというのは例えば少女漫画とかでもね提携の,の形だとは思いますけど、えー より残酷にこう描かれるる場面もある、えー、例えばですね求婚者たちね、えー、もともとある展開ですよさっきも言いましたけど、えー、要するに求婚者たちがこうかぐや姫に結婚して結婚してっていうのに対して、えーまあ、難癖をつけるという私は要するにその元の原作を読んだ時になんてこんな無理難題出して意地悪な野郎だなってね意地悪な女だなっていうふうに思った人多いと思うんですでも今回これがうまいここの再解釈が要するに、えー、お宝を取ってきなさいっていうのは全部 その求婚する側がもう一種口から出まかせでもうこんなお宝みたいにあなたが大事ですよって言ったことの反転としてつまり人をトロフィーとして預かった罰として、え。ー 出すもんなな無理難題になってる。このまず反転は非常にうまいですし、えー、あとこれあの、かぐや姫の姿を見てもいないのにってあたりがいいですよね。はい、要するに、実像とは関係ないファンタジーを膨らまして、えー、これは例えば現代社会で言えば、ね、例えばアイドルに勝手なイメージを膨らましてっていう、われれは決して笑えないことでもありますしという、えーで、それに対する反発だったのだという、この再解釈、非常に現代的な再解釈。でまあ、なおかつそのコミカルな描写はすごくおかしいところですよね。あのー、かぐや姫が、 あのすごく綺麗でっていう話をしてると思ったらそっからあの,あのじいさんの顔からこうあの、ね、車の車輪がガーって回るところになってもこうわーって駆けつけるところの、ね、おかしさたるやないですしね、えーまあ、非常にコミカルに描かれてもいると一方で時に残酷にっていうことで言えばですよ、えー、要するにに自分がもう完全に うんまあ、イメージとして物として扱われているということを、えー、悟ったそのかぐや姫がですね絶望して外へ駆け出していく場面予告編で最初に,あの要するに駆け出していく場面だけ見せられたからこれこの映画まさかこれでいくんじゃねえだろうなと思ってやっぱ非常に特殊な場面でしたけど。同時に あらぶる、その、絶望する気持ち、要するに思春期にわーってなって、なる気持ちっていうのをね、表現としてもの、まあ、斬新かつすごく、やっぱ誰もがわかるところじゃないんですかね。はい。えー、すごい、あの場面本当すごかったですけど、すごいすごいって、これ絵がすごいからもうすごいって言うしかないんだけど、でですね。 ここまで見てきたようにその人間の欺瞞的な性みたいなものを、えー、主にフェミニズム的視点からこれ非常に一番現代的な視点のところですよねフェミニズム的視点から切り取るここまででも十分鋭いしすごいですよ要するにかぐや姫はフェミニズム的に解釈しましたここまでで十分すごいんですよ素晴らしいんですなのにここで終わらないのが高畑久えー、ここからさらにその視点が反転する 姫は、要するに、まあ、自分、相手が悪くて姫がいい話っていう風に見えたけど、実はその姫も含めて、全員が全員、ここにはない何か、ここではないどこか、こうではなかった人生っていうのの幻を追っている、それが人間の性っていうものなんだっていうところに一気に反転するわけです、偽物、偽物、偽物やるわけですね、はいえー。ということじゃないですか。で はいえー、つまり、この性の肯定性の否定ときてですね、えー、それがさらに反転して3幕目、えー、こう要するにそのポイントがね今、ここっていうのの限界としての,あの要するに帝の女になるっていうこの国に生まれた女としてこれ以上の幸せはないっていうのまで不幸なんだから。もう あのこの世での,その幸せっていうのはもうないっていうところが反転して、ですね、えー、これ言ってみればこ,うこの構造が要するに性の肯定、性の否定ときて、さらにそれを含めた全部、肯定と否定を含めた肯定に行くっていう要は弁償法的なっていうね、えー、加納誠司さんというライターさんがね記念順の、えー、映画表のまさにこの掛け合い表の中で、えー、弁償法の作家、高,高畑勲さんとおっしゃってますけど、まさにそれをやるなら、今回はもう話の構造自体が弁償法的なわけですよ。3幕目 人生のリミットがそれれででなく突きつけけられるわけですこんなはずじゃなかったのにこんなはずじゃなかったのにっていうふうに思うと、えー、なのに問答無用にお迎えはやってくるということですよねつまり、えー、死というものは誰にでも,もう問答無用になってくると、えー、死その無というものをね生命がない状態っていうのを目前にして初めてしかも墓蒼姫はその生命がない状態っていうのを知ってる人ですから、えー、初めて えー、2幕目で一旦否定された否定的に捉えられた性の側面ね性なんて人間の性なんて欺瞞じゃないか欺瞞だらけじゃないか限界だらけじゃないか果たせないことばっかりじゃないかってとこまで含めて肯定されるっていうか肯定するしかないじゃないっていうそういう結論にいくその象徴としての幼なじみの捨て丸兄ちゃんとの再会飛翔シーンってことですよねあの場面 ちょっとむずがゆく感じる人多いと思うんですよ。最初見た時は。えー、なんか、しかもステマル兄ちゃん家族もいるのに、みたいな。なんか大胆、みたいな。で、飛翔シーン。しかもこの飛翔シーンっていうのが、 もうまさにジブリ的カタルシスを絵に描いたようなシーンなわけですよそこだけ、まあ、さっきまで割と淡く描かれていた背景とか空が一気にガーッとこう画面全体充実してものすごくザジブリアニメ的なむしろここまでの話を見てきた側からするとやっぱむしろフィクショナルな瞬間に確かに見えたりでもカタルシスはある何なんだろうちょっとむずがいいし何なんだろうって居心地の噂さ考えてるとそれもまたひとときの幻しかもあれ夢を覚める側が捨てマル側の夢ですからつまり 捨て丸と一緒に生きていればまた私にも別の人生があったかもさっきはフェ,フェミニズム的視点で嘆いてた視点ですけどいや男の側だってね捨て丸の側だっていや俺にはまた別の生き方もあったのかもしれないっていう彼の側のやっぱり性の限界を示すものでもあるでもあそこのその目から覚めると後ろにザリアリズムとして立っている女房っていうねあの たけのこって目覚めてたじゃんあの瞬間に女房見てたぜ絶対 <laughs> みたいなねはいということでございます要するにもう人間全般そういう限定的な性を生きるしかないんだけどそれも含めて肯定するしかないじゃないかというそして終盤、えー、お迎えがやってくるまあ先ほどね言ってました KY なねお迎え陽気さ もう明らかに話が通じないわけですよ、もう論理が通じない、この話が通じない、えー、そしていやおなくやってくる,くる死の機会っていう意味では、僕の中ではこの、えー、かぐや姫の物語で描かれているその死生観というか、その世界観みたいなものは、実はリドリー・スコット、悪の法則と僕はそんなに遠くないです、僕がここから見いだすものは。つまり容赦ねーっていう 本当に血も涙もない容赦のなさだと思います。ということが、で、この突き放しさ感、要するにその、安易なところでなんか救いみたいなものをなんかん、提示せずに、なんかものすごい居心地が悪いまま観客を現実に放り出してくる感がやっぱ高畑作品全体に通じるイズムだ、じゃないかなというふうに思います。えー、と、で、最後にその、 月に赤ん坊がこう映るとそれによってまあ世界はそれでもね結局死に帰ってくかもしれないけどでも次の命も来るかもしれないしで最後にあの優しい主題歌が流れることであのギリギリ、ギリギリリなんとなく救われた感じで映画館出れますけど皆さんあの最後に月に赤ん坊映らず主題歌なが歌詞なしだったとしてください。<laughs> どんんだだけ絶望的な気持ちで映画館出るんだよっていうそんぐらい、えー、今回の「の性の肯定」って一言で言うとものすごい甘ったるい、えー、どっかで聞いたような話に聞こえるかもしれないけど要するにその弁証法的な、えー、肯定否定そして全体を含めて肯定みたいなそのものすごく冷徹な論理を突き詰めた結果の結論なので甘いどころかものすごい苦いんですけどっていう、えー、そういう結論になってそして僕はここがやっぱり、えー、素晴らしいなと思うし。 本当に感動するところです、ね、あのすげえ、高畑勲、すげえ,え思わざるをえないということだと思います。えーまあ、つまり、本当にもうこの竹取物語という話からさっきフェミニズム的視点とかもいろいろ通りつつそれをもう,もう包括するようなものすごい誰にでも通じる普遍的な話にしてるわけです。つまりまり生れて育ってててて育育て育っっそしばいくほど こんなはずじゃなかったのにってことが増えていって、えー、もっと行きたいよとか、もっとあれすればよかった、これすればよかった、これもしたい、あれもしたい、でも死んでいくっていう話です。<laughs> っていう話を竹取物語から読み取ったって、どんだけすげえんだよ。でもこんな。 絶望的なな話に思うかもしれないけどでも、無よりもやっぱり何かがあった方がいいじゃないか例えばあれですよラース・ポントリアのメランコリア、ねえー、さっきまでもう超くだらない、卑俗なことやってどうでもいいわもうお互い死ね死ねって思うようなことばっかやってたのが地球丸ごとなくなっちゃうと思ってみなんかやっぱりなくなると思うとなんかちょっと寂しいですねそういう感じですよ、メランコリアですよあるいはですよ。 えー、安藤裕樹さん TBS アナウンサー安藤裕樹さんが前回あのぼ,ぼんやり相談室であの電話で相談していただいたお子さんにね人間は何のために生まれてきたのって質問されて答えられなかったとおっしゃってました人間はね世の中に害をなす存在ばっかりだって気がしてとそれに対して我々の回答いやでもその害をなすかもしれないけど何もないより害も含めて何かある世の中のがいいってことじゃないですかって僕ら回答したんですよ俺今回の映画は結構それに近いメッセージだと思います何にもないより何かある方が 有害で引き饉かもしれないけどその方がやっぱり良くないですかっていうことじゃないですかね。 えー、でしかもそのメッセージが、えー、シニシテムに陥らずにその、ね、などうしてそ,こそういう結論になるかといえばやっぱりそれがアニメーションっていう手法がによって性の喜びそのものが要するにその画面そのものにそれが現れているからですよ例えば途中の、えー、欺まに満ちた性としてあの否定的に描かれた場面でさえそれでもやっぱりアニメーションで命には満ちてるわけですよね。はいえー、ということで要するにこの手法でしか成立しなかったメッセージにさもう完全に。こう 成立していいるということだとだ思いますこれはとてつもない試みでありそして達成であるっていうといいしかも日本のそういう絵画でありアニメ史の伝統みたいなものの積み重ねがあってそしてその積み重ねを全部踏まえた高畑勲という人がいてそしてその高畑勲だからついてくるといういろんなさまざまな優れた、えー、実際に絵を描く人々が集まって、えー、そしてそのケツをたたく勇気ある若者がいて、えー、そしてその。 なんて言うんですかね無理を通すやっぱり高畑勲というアーティストの何ていうか圧倒的な強さですよね作品に対するビジョンの強さみたいなものかなとしか言いようがないけどがあって成立したどんだけいろんなものの積み重ねの集積にようやくできたものなんだっていうありがたやーっていう,こう拝んだ方がいいこの拝んだ方がいい感じを嫌だっていう人もいるかもしれないけど僕ほんと拝んだ方がいい、えー、一作 ということで僕が今この「かぐや姫の物語」という作品に関して、えー、言語化ででできるのはもうここまでです、はい、あのぜひあとは劇場で見に行ってその、えー、もう曲線の1個1個色の1個1個、えー、あるいはもう音楽音の使い方の1個1個高畑さんという人はもう本当に耳がいい作家だというふうに僕は思ってて今回のその「 ブレスコと動きの気持ちよさもそうですし、えー、そんなあたりあとそうだ久石譲さんの音楽が、ですね久石さんの音楽の,あの強烈に主張する感じよりはやっぱ高畑作品ゆえか、ちょっとやっぱ1個引いたバランスになってるるのとかもすごく、えー、好ましく思いました、あのさっきの捨てまるとすごく飛び交うそのジブリ的そのカタルシスに満ちた場面のところもなな何度も、ね、高畑さんがこうダメ出して作り直しさせていたわーわーの,あのド,キドキュメンタリーで見たんですけどで、結局、あそこは子供時代に流れてた旋律をもう一回、こう。 あのやってるわけですよそれ大正解じゃないですかだあの場面が持ってる意味をさっき僕が言ったような意味を考えれば、えー、そんな諸々を思い返してもですね少なくともこの作品そのもの一本としてはもうこれ以上は求めようがないところまでいってんじゃないですかねはい、えー、というふうに思う次第でございます本当に俺すすす,すげえ <laughs> うんすげえとしか言いようがない「えー、かぐや姫の物語、えー」ぜひ、ま、劇場でリアルタイムで、えー、見ていただきたいと思います